日本とドイツのハンブルクを結ぶ航路。緑線はマラッカ海峡、スエズ運河経由の一般的な航路。赤線がユーラシア大陸の北を回る北極海航路。北極海航路はユーラシア大陸北方の北極海を通って大西洋側と太平洋側を結ぶ航路である。北極海を通りヨーロッパとアジアを結ぶ最短航路のうちの一つで、 ヨーロッパから北西に向かい北アメリカ大陸の北を回って大西洋と太平洋を結ぶ北西航路と対を成す。20世紀初頭以前のヨーロッパではヨーロッパから北東方向へ向かいアジアに至るために北東航路と呼ばれていた。現代のロシアにおける呼称は北方航路でありの各単語の頭を取ってセブモルプーチとも略される。 この航路の大部分を占める北極海は、海氷、流氷に覆われる季節が長く、20世紀まで航路として使われることは少なかった。近年の地球温暖化による影響か、年間で柿のみ船が海氷域に入らず、航行できるようになった。全地球的な気候変動により北極圏が温暖化し、北極海の海氷の範囲が縮小し、氷結する期間も減っているため、 航行可能な期間が長くなりつつある。こうした開通期間は年によって変わり、2020年は88日間で最長となった。時期によっては再氷船も投入される。ロシア北極圏の山る半島からアジアへの液化天然ガス輸出が始まったこともあり、北極海航路で運ばれた総貨物量は2020年に、 約3300万トンと15倍程度に増えた。この航路は、ソマリア沖やマラッカ沖の海賊で悩まされる、アデン湾やマラッカ海峡経由の航路より短い上に、治安も悪くなく、大型船舶でなければ、ロシア北方の資源をアジアやヨーロッパに運ぶのに適しているため、物流や地政学の面で注目されている。250PX ウィレム・バレンツの航海。 氷に閉じ込められ動けなくなった小船。バレンツの作成した北極海地図ロシア人の北極海航路開拓への当初の動機は経済的な理由であった。ロシアでは大西洋と太平洋をユーラシア大陸の北方で結ぶ航路があるかもしれないという仮説が1525年に外交官ゲラシモフによって提唱された。しかし、これより前に 八海沿岸に移住したロシア人の開拓民や商人が早くとも11世紀頃から北極海沿岸の航路の一部を探検している。16世紀から17世紀にはアルハンゲリスクからエニセ川川口に至る航路が確立された。北極海航路の先駆的存在であるこの航路は東の終点にあたる貿易地漫画ゼヤの名を取って 漫画ゼや航路と呼ばれており、ポモール商人たちが短い夏の間にこの航路を往復して、シベリアで採取される毛皮や生打ちの牙などを運び、アルハンゲリスクでノルウェーやイギリス、デンマークの商人たちに売った。一方、16世紀から17世紀には、ヨーロッパ北部諸国が相次いでロシア北方の海を探検した。 当時、希望本周りやメキシコ経由など、インドや中国とヨーロッパを結ぶ回路は、スペインとポルトガルが抑えていたため、後発の諸国は、最短距離となる、はずの北極海経由の仮説上の航路を見つけようとしていた。当時の西洋の人々は、沈まないビアの太陽が、夏の数ヶ月間北極圏を照らし続けることにより、 北極海の氷が溶け、西洋から北極点を通って、太平洋の中国やモルッカ諸島へ直行できる、回路が開くと信じていた。ロシアシベリア北方の北東航路探検は、北アメリカ北方の北西航路探検に劣らず熱心に行われ、羅針盤や転速儀など航行用器具の発達がこれを後押しした。機体の北沖を通ると考えられた北東航路沿岸には、 機体の文化の影響を受けた文明的な住民がおり、欧州の織物などの輸出先となるかもしれないという機体から、最初は北西航路よりも北東航路探索が有望とみなされた。北極海経由の太平洋への到達の試みは、すべて失敗に終わったが、この過程で北極海に浮かぶ島々が、次々と発見された。スペインやポルトガルより遅れて、 ようやく絶対王権が安定期を迎えた16世紀半ばのイギリスでは1551年にセバスチャン・カボット、ヒューイ・イロビー卿リチャード・チャンセラーがスカンジナビア沖を通りロシアへ至る貿易路や中国へ至る北東航路開拓を目指し新しい土地への冒険承認会社を組織した。これは1555年最初の直居会社であるモスクワ会社へと発展した。 ヒュー・ウィロビーキョーらは1553年に自らロシアへ向かう探検隊を組織して船でしたが船団は嵐ではグレ。ウィロビーの船はラップランドへ引き返すがそこで全員が投資してしまい全滅した。副官チャンセラーの船は八海に逃げ込み陸路と河川でモスクワへ向かった。チャンセラーらはサーリーバン来ーに越見することができた。 チャンセラーは1555年再ドロシアへ航海し、中国への航路を探るものの、1556年にイギリスへ戻る際に上官が難破し略名した。モスクワ会社はアルハンゲリスク経由のモスクワ国家との貿易を独占する傍ら、17世紀初頭にはヘンリー・ハドソンらを北極点やシベリア沖に向かわせた。しかし、 夏でも氷の漂う北極海に阻まれ、ノバヤゼムリャより、先の航路を見つけることが困難と分かったため、以後は、北西航路の探検に重点が置かれる。特筆すべき、北東航路探検は、オランダ人航海士、ウィレム・バレンツによる1596年の航海である。彼らは、ノルウェーの北方沖で、スバールバル諸島とビュルネー島を発見し、 ノバヤゼムリャの北端を回ってから海に入った。しかし、ノバヤゼムリャ北東岸の越冬地で船が氷に閉じ込められ脱出できず、一行は翌年夏に船を捨てボートで南に向かった。多くはロシア本土にたどり着き生還したものの、バレンツはノバヤゼムリャで落命した。バレンツのスピッツベルゲン島発見と、その周辺海域のクジラの大量生息の確認により、 これ以後オランダとイギリスの戦団による北極海での捕鯨競争が繰り広げられた。イギリス戦団の主な運営者はモスクワ会社で捕鯨船や死略船などを北極海に送ってオランダ船から獲物を横取りする活動を繰り広げた。戦争一歩手前の激しい捕鯨競争は1618年に スピッツベルゲンの分割と沿岸海域での捕鯨独占権の相互承認で一段落している。しかし1630年代後半にはスピッツベルゲンのクジラは枯渇し始め、以後の捕鯨の舞台は北極海からグリーンランドなどの北、大西洋へ移っていった。ロシアはイギリスやオランダが 北極海に進出して、シベリアへ浸透し勢力を確立することを恐れ、1619年に資材を持ってマンガゼや航路の航行を禁じた。航路の閉鎖後、ポモールの交易活動は停滞し、マンガゼヤの街も1662年の退化の後に放棄された。17世紀、ポモールに代わってコサックが、 毛皮を求め内陸水路を伝って、東シベリアへ進出した。彼らは、レナ川、ヤナ川、インディギルカ川、コルイマ川など大河を下って、北極海の河口に至りそこから小船で、別の大河の川口へ航海するという探検を繰り返している。1648年にはセミオンデジニョフとフェドット、アレクシーブが、コルイマ川川口から東へ、 畜地海を進み、畜地半島を回って、太平洋側の穴切り川川口へと往復した。これは、アジア大陸と北アメリカ大陸が地続きでないことを証明する、発見であったが、この功績は、長年忘れられたままとなる。ロシア帝国の地図。北極海沿岸の海岸線が判明しつつある、時期の地図18世紀には毛皮を求める、冒険商人に加え、 地理学、地図学探検を目的とした学者や軍人による北極海探検が始まった。1720年代には、ピョートル大帝が命令したカムチャツカ探検と呼ばれる大きな探検計画が始まった。デジニョフの航海から80年後の1725年から1730年にかけて、デンマーク生まれのロシア海軍軍人ビトゥスベーリングが聖ガブリール号で、 デジニョフとは逆向きに、東から西へ航海を行った。彼は、シベリアを横断しオホーツク海を渡って、カムチャツカ半島に着き、ここで、聖ガブリール号を建造した後、1728年夏に、北へ出港して、宿地海に至り、アジアとアメリカの間に海峡があることを確認した。この海峡は、彼の名を取って、ベーリング海峡と呼ばれるようになった。 また、デジニョフが確認していた海峡中央部の島も、ベーリングが再発見し、ダイオミリド諸島と名付けた。第2回カムチャツカ探検は1733年から1743年にかけて行われた。ベーリングと副艦アレクセイ・チリコフは、セーピョートル号とセーパーベル号の2隻でアメリカ大陸を目指した。2隻は、嵐ではグレ別行動をとり、 セイピョートル号のベーリングたちは最初にアラスカ海岸を支援したヨーロッパ人となり、セイパーベル号のチリコフたちは最初にアラスカに上陸したヨーロッパ人となった。チリコフはロシアに帰還したが、ベーリングは途中で病没した。ベーリングとチリコフとは別に第2回ガムチャツカ探検には他のロシア海軍軍人も参加した。セミオン・チェリュスキンらは陸路で、 タイミル半島の海岸を調査し、1742年5月、タイミル半島の最北端の岬に到達した。この岬が、ユーラシア大陸の最北端で、北東航路の最北端でもあった。彼は、北東岬と名付けたが、現在は、チェリュスキン岬と呼ばれている。1764年には、ロシアの大科学者、ミハイル・ロモノーソフが、 北東航路探検を計画し、ワシリー・チチャゴフが3隻の艦隊で、アルファンゲリスクを出港したが、航路発見はならなかった。1785年から1795年にかけて、エカチェリーナ2世の命令で、英国海軍軍人、ジョセフ・ビリングスと、ロシア海軍軍人、ガブリール・サリチェフが、オホーツク海側から、北東航路を探検し、 東シベリアアラスカーリューシャン列島の詳細な海図を作成した。1820年代には、フェルディナント・フォン・ウランゲル、ピョートル・ヒョードロビッチ・アンジュー、ヒョードル・ペトロービッチ・リート・ケラが、東シベリア沿岸を調査し、1830年代にも、調査活動が行われた。アドルフ・エリク・ノルデン・ショルドこれらの結果、19世紀半ばには、北極海側の海岸線の形が判明し、 北東航路は未知の陸地に阻まれておらず、ヨーロッパ側からアジア側まで通して航海できることが確認された。しかし、タイミル半島付近は、井戸も高く、夏でも流氷が多い上、何年も溶けず大きくなった、多年氷が行く手を阻む。しかもエニセ川やレナ川など、世界有数の大河から淡水が流入する東、シベリア沖は流氷形成も盛んである。 よって、航行は困難だった。実際に、北東航路を通しての航海に成功したのは、スウェーデン系フィンランド人のアドルフ・エリク・ノルデン・ショルド、であった。彼は1878年、蒸気船ベガ号で、ストックホルムからイエーテボリを経由し出港し、途中ベーリング海で流氷に閉ざされ越冬したが、翌夏に脱出し1879年9月に、横浜へ入港した。 1880年4月24日に、ストックホルムに寄港したベガ号は、大勢の市民と花火による大歓迎を受けた。逆に東から西へ向かう航海は、1915年に、ロシアのボリス・ビリキツキーが成功させている。ノルデンショルドの航海成功の前年、カラウを通じて、シベリアの農産物を、ヨーロッパ・ロシアへ運ぶという商業航路開拓が、始まった。 1877年から1919 19年までに122隻が挑んだが多数が難破し成功したのは75隻のみで運べた貨物もわずか55トンであった。1911年からはウラジオストクからコリマ川川口に向かう蒸気船が年に1回運航するようになった。19世紀末から20世紀初めにかけて北東航路に挑んだ。 探検家たちは、ノルデン・ショルドも含め、科学研究や地図制作が動機だった。アメリカ海軍のジョージ・ W ・デ・ロングは、北極点に向かう途中、1881年に、北東航路の東シベリア北方沖で船を氷に、押し潰され遭難した。フリーチョフ南線も北極点探検の過程で、北東航路に来て、ゼムリャ・フランツァヨシファを経由している。 ステパン・マカロフは1899年と1901年にロシア海軍の北極探検を指揮し、このために世界最初の祭標船、イエルマークを作らせた。ロアール・アムンセンは南極点到達後、1918年から1925年にかけて北東航路を西から東へ横断し、北極点に挑んだ他局地の調査研究を行っている。 無線通信、蒸気船、砕氷船の発明により北極海航路は通行可能な海となった。1917年のロシア革命により誕生したソビエト連邦は当初世界から孤立し北極海航路の利用が避けられなくなった。北極海航路はヨーロッパロシアとソ連極東を結ぶ最短航路であるだけでなくソ連の内水を通る唯一の長距離航路であり、 対立する国の領域内を通る他の航路の代替となり得る航路だったからである。北極海航路を管理するソ連の政府機関、北極海航路管理局は1932年にオットー・ユリエビッチ・シュミットを長官として設立され、北極海航路の高校や北極海の港湾建設などを監督した。1932年月 オットー・ユリエビッチ・シュミット率いるソ連の探検隊は、砕氷船シビリャコフに乗って、アルハンゲリスクから、ベーリング海峡へ向かい、史上初めて越冬せずに、一夏で、北極海航路を横断した。シュミットの探検隊は1933年には、蒸気船チェリウスキンを使って、史上初めて砕氷船を伴わずに、 北極海航路を横断する航海に挑むため、ムルマンスクからベーリング海へと出発したが、9月にベーリング海の入り口で氷に閉じ込められ、翌年2月に沈み、乗組員は表現で越冬することを余儀なくされ、春になって航空機で救援された。しかしこの探検によって、祭氷船でなくとも北極海航路を横断できる目処が立った。 1934年のさらなる試験公開を経て、1935年には、北極海航路は、正式に開通し商業利用に供された。翌年、ソ連海軍のバルチック艦隊の一部が、北極海航路を移動し、日本軍との衝突が予想されていた、太平洋沿岸地域へ開港された。原子力再氷船に余る号2013年の開票の状況ソ連時代は、 レーニンなどの原子力砕氷船が北極海航路に就航し活躍したが、ソビエト連邦の崩壊後のロシア経済の混乱と北極海航路利用の必然性の消失により、1990年代を通して北極海航路の商業利用は衰退し続けた。多少なりとも定期航路と呼べる航路は、ムルマンスクとエニセーイ川川口のドゥディンカを結ぶロシア西部の航路と、 ウラジオストクと、チュクチュ半島のペベクを結ぶ極東の航路のみである。ドゥリンカとペベクの間には、ティクシなどの港が建設されていたが、冷戦後はほとんど寄港する船がない状態である。しかし、地球温暖化による北極海の氷の減少により、距離も短く、不安定な中東にある、スエズンガや、海賊の王やデンワンマラッカ海峡を通らない。 北極海航路に注目が集まっている。2005年と2008年には、夏の数週間、北極海航路から氷が消え北極海航路が、開通していたことが観測されている。ロシアのウラジーミル・プーチン首相は2011年、冷戦後後廃状態にある、北極海航路を再建し、世界的動脈へと整備するよう当局に指示しており、2012年には、 商業高校法典を改正して北極海航路の安全航行のための組織や施設の整備を行うこととなった。これに基づき2013年4月には北極海航路の管理・運営を担当する政府機関として北極海航路局が設置された。2012年冬から日本のタンカーが断続的に北極海航路を利用したほか日本が持たない 最表調査船を持つ中国や韓国も航路開拓を熱心に進めており2013年には中国がコンテナ船の航行を成功させたロシアが北極海航路の活用を期待しているのは石油や天然ガスの輸送特に山る半島にあるロシアのみならず世界でも最大級のガス田でありそのガス田開発プロジェクトである ヤマル LNG は2014年クリミア危機からの西側諸国の経済制裁で資金不足に陥るも中国企業との提携で問題は解決され中国企業はロシア企業に次ぐ株主となった2014年7月商船三井はヤマル半島で生産される LNG を北極海航路を使ってヨーロッパやアジアに輸送すると発表した アジア方面の路線は夏限定だが、これは北極海航路の大規模な定期路線としては、史上初となると同社は説明している。航路は中国海運集団との合弁会社による運航で、すでに大宇造船海洋に対して、最表タンカーを発注し、将来的には船団を16隻まで増やす。北極海航路の利用により日数は大きく、短縮され、 ヨーロッパ向けは10日前後で、東アジア向けは18日で到着することになる。中国海運集団は、ムルマンスクで、不当建設に着手し、最強タンカーの東アジア側基地をめぐっては、韓国が、不残港整備に取りかかっているほか、日本でもより、北極海や北、アメリカに近い釧路港が、国際バルク戦略港湾として、日本国政府主導で整備が始まった。 2017年9月23日、中国の海運会社、コスコのティアンルー号が、北極海航路を使って、日本のクュロ港に、穀物バルク貨物を輸送した。カムチャッカ半島のペトロパブロフスクカムチャッキーでも、取扱量70万 TU e、年のコンテナターミナルが計画され、春節工事に着手している。北極海航路沿岸の港湾のうち、いくつかは、 年中凍らない、不登校である。西から、コラ半島のムルマウスク、カムチャツカ半島のペトロパブロフスクカムチャツキ、北海道のクシロ港、日本海側のウラジオストクやナホトカが挙げられる。極東のマガダンやワニノなどは冬には、流氷が押し寄せる。北極海側の港は7月から10月は、使用可能で対抗リブネが運航する。また、ドゥギンカへは、 年中原子力再氷船が運航する。2017年、ムルマンスクとペトロパブロフスクカムチャッキーには中国コスコ社によるコンテナ専用頭が設置された。同年、ロシア政府は試行担当に関税免除の経済特区を設置した。日本でも3万 TEU 対応コンテナ専用頭の計画意見が活発化。地理的。 状況的に釧路への解説が提言されている。北極圏では磁気嵐が盛んに起こるため、航海に不可欠な無線通信や衛星測位システムなどが使えなくなる状況も考えられる。また、激しい寒さ、荒れる気候や霧の多さ、海面を漂う流氷も安定した航海を妨げる問題である。東シベリア付近の航路では、 水深が20メートルほどの浅さになる部分もあり、船舶の大型化が制約される恐れもある。道光路沿岸は放射の汚染への懸念がある。ソ連時代には放射性同位耐熱電気転換器を使用した無人灯台が多数建設されたが、放射性物質を中に残したまま放置されているものも多い。ノバヤ・ゼムリアには核実験場があり、1961年には 水素爆弾のツァーリボンバを使用して人類史上最大の核実験が行われた。また、流氷の衝突により船が損傷し、油流出が起こり、大規模な環境破壊が進む恐れもあり、北極海航路を航行する船の安全基準、事故の際の救難体制づくりなどが必要となる。ロシアは北極海航路の航行について海洋法に関する国際連合条約、 第234条では、経済水域内の氷に覆われた水域については、環境保護のため、沿岸国が特別な規則を設定することを、認めていることを根拠として、ロシア政府に対する事前の届出と、原子力再氷船、水先案内人による、航行支援を義務付けている。国際航路としての利用を増やすには許認可手続き、再氷船の料金、 航路のルール作りなどの透明性確保が必要であり、ロシアの都合により航行が左右されるという不透明さが懸念される。ロシア政府は、四国担当に関税ゼロの経済特区を開設後、ウルップ島にも同じ内容の経済特区を開設した。中国は2018年に初の北極政策白書を公表し、一帯一路という国策計画の一環として、 氷上のシルクロード建設を公表し、釧路港を北のシンガポール港として位置づけ、北極海航路における釧路港の重要性が国際的にも明確となった。ただし、この航路の一部には大型船舶の運航に制約がある。海票の少ない期間が比較的長いサニコフ海峡は水深13メートルの箇所があり、それを避けるには、 北極側のノボシビルスク諸島北側を迂回する必要がある。北側が通行不可能なら 4000TEU クラス以上のコンテナ船は通行できない。北極海航路を経由した年間輸送量は以下の通り50001000015000200002500030。 零零零、1933,1943,1953,1963,1971,1981,1986,1991,1996,2006,2011,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019。ありがとうございます。